とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、ここですね、焼却炉マウンテンの5区を、陣平一人で行きます。装備なんかを見てしますと、これですね。はい。まあ、基本クラリネットしか使いません。まあ、使うって言っても、もしも変身が解けた時用の、復帰装備となっております。うん。これの癒しのラプソディで、変身ゲージぐっと回復しますので、これをしております。で、花子さんですね。召喚は花子さん。で、防具なんかは、防御力を極限まで上げれるようにしております。で、ブランドバッグ、コンパクトミラー、で、スピリット、パワー、ね、ディフェンス、全部、100ずつプラスできるようにしてますね。で、食べ物ですけども、まあ、高級フレンチをつけていってもいいんですけども、まあ、別に、今日は、なしで、いきます。はい、HP だけ回復できるように、ステーキ丼ですね。で、今回は、ブルームーン、です。いきましょう。はい、行くよー。あ、もう一気にいきなり変身できますね。基本的にね、道中はブルームーンが一番使いやすい。間違いなくブルームーンがナンバーワンですね。うん。まあ他のキャラでもなんだな、必殺技次第ではいいやつがあるんだけども、うん、まあ基本ブルームーンの一人勝ちでしょうね。このザコ戦は範囲が広すぎるので、もう超便利ですもん。ザコと戦うのが。めちゃくちゃ便利。よし。ちょっと待って。こっちから倒せ。で、こっちも倒すと。はい。で、夢見る少年少女つけてれば、まあ、変身が解けることないし。いいよね。うん。あれ、こっちか？あ、いや、違う。俺、宝箱がなんか一個あったりするところだ。これは道を間違えましたな。行きましょう。うん。なんかね、ほんとこのブルームーンの攻撃範囲を見てると、もうワイルドボーイとかがね、かわいそうになるんですよね。それぐらいひどい。ほんとに。攻撃がね、えぐいもん。まあそれだけまあ人気はあるんだけどね。このブルームーンはマルチで行くと結構見るでしょ。海外ブルームーンっていうね。あ、やば。あー、落ちちゃった。さらに落ちちゃったわ。よしよし。でも防御力は低めですよ、ブルームーン。あ、でもね、アースウォーカーが一番防御力低いけどね、実際。でも俺はアースウォーカーの方が、まあまあそうね、場所によるな。うん、アースウォーカーが使いやすい場所、このブルームーンが使いやすい場所、それぞれあるんでね、使い分けが一番いいです。うん、まあもちろんワイルドボーイと、ベニマルが使いやすいところもありますよね。うん、ベニマルは無難だもん。あれはもう本当に平均的なステータスと必殺技なので、あれはまあ間違いないやつですよね。あ、ベイ。あ、臭くなりそう。あ、大丈夫。大丈夫ね。でもベニマル使ってる人が多分一番少ないんじゃないかな。うん、ほんと無難すぎて、なんだろう。うん、全部がこう無難に収まってしまって、うん、破壊力もいまいちなところがありますもんね。赤鬼珍しいね。しゃ、威力はやっぱりアースウォーカーの方が上かな。若干だけど、あっちの方がダメージは、おっと、こっちじゃなかった、取れそうですね。で、こっちか。ちょっと迷路になってるからね、ここはちょっと分かりにくいところがある。よし、全員をちょっと引っ張って、で、あ、臭くなった。はい、この昔のね、
妖怪は HP が高めだよね。え、こっちじゃないの？え、こっち？あ、こう？あ、こうだね。よっしゃ、キュービーゲットしたい。出ないね。キュービーメダルは確かまだ持ってなかった気がする。うん、コンプリートまではまだちょっと遠いかな。まあ一応倒すか。レアものが1匹出てくるんですか。あ、出てこない。いいか、焼却のファイヤーが出たんで OK です。じゃあボスいきます。ボスはね、こう雑魚をね召喚してくるので、まあ、雑魚処理も一緒にできるブルームーンが一番戦いやすいですね。まあ、属性の関係なんかもあればいいんだけども、属性そこまでねこのゲーム関係ないんですよね。属性関係あればブルームーンが絶対強いんだけど、うん、あんま関係ないっていうね関係あるようにすればなんだろうね、もうちょっとこう戦略が広がって面白くなると思うんですけども。危ない、危ないぜ。ガスを食らうとちょっとね、危ない、攻撃当たりにくくなるんで注意。あ、意外と、あ、来た来た来た、ゴミ処理来た。ゴミ処理の時に確かザコが出てくるんだよね。よいしょ、 OK。 でザコも一緒に倒すようにできます。あ、ブルームーン本当に便利。ここでのブルームーンはめちゃくちゃ便利。危ねえ、おお、結構食らうな、結構食らう。おい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 、花子さんでチャンスになるってどういうことだい。ちょっと待って、ゴミめっちゃ投げてやろう。ゴミ投げてやろう。よし、でも、もう倒し終わるね。火力はやっぱ申し分なし。あー、食らったけども大丈夫。あー、魔法はなんかねこう命中率関係なしにガンガン当たる気するんだけども、当たんないですよね魔法でも。あー、命中率が 50% 以下ぐらいになってしまうので。あ、今アイテムが落ちてたけども流れていっちゃったな。仕方ない。よし、はい、まあ、先にね敵を倒してもいいけども、これは別に火鍋はそこまで気にせず行ってるので。オープネイ、もう一回来る、もう一回来るね、これ。あ、来ないか。よっしゃ、うれい、シャオシャオ。よし、じゃあ終わります。フィニッシュ。まあまあ楽勝ですよねこいつは。おっと、結構出た、ド発点やら一戦なんかが出て結構美味しかったですね。よし、はい、まあこれが、焼却のマウンテンですね。クリア報酬でガシャコインが美味しい。はい、ということで今日はですね、悟空のギガントボイラー倒してみました。まあソロでも余裕ですね。まあとにかくあのザコがちょっと鬱陶しくなるので範囲攻撃を持ってるやつがおすすめです。うん、まあアースウォーカーか、ブルームーンはもちろんね、あと千秋とかそこら辺は、ドラント君のやつもいいね、昔の変身。うん、あのあたりは、ベストかと思います。はい、ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。